沈没しましたとか海賊船ですとか、これの中にですね金銀財宝が眠っているとか、さまざまなこういった言い伝えだとか伝説があると思うんですけれども、実は鉄道に関しても面白いことなんですね。これは Hey guys! Thank you for watching my video. This is 関大 Your Conductor speaking. 皆さんこんにちは、英語車掌の関大です。突然ですが、皆さんは古くからの言い伝えですとか伝説だとかに興味ありますか？また信じる方ですか？今回ですね、そのようなお話をしていきたいと思っております。例えば古くからの伝説っていうのはいろいろあると思うんですね。例えば外国ですけれども、何かにこの刺さったこの剣を抜けた人がですね、王位を得るだとか、その王位の座につけるだとかっていうこともありますし、何年に沈没してしまったこの海賊船ですとか、これの中にですね金銀財宝が眠っているとか、さまざまなこういった言い伝えだとか伝説があると思うんですけれども、実は鉄道に関しても面白いことがあるんですね。これは今回僕がお伝えることで皆さん知ってるかどうかわからないんですけれども、高崎線には宝の町というのがあるんです。これ初めて聞いた方がいるかと思うんですけれども、この宝の町というものですね、まあ、知ってる人は知ってると思うんですよね、まあ、鉄道員の中でも知ってる方もいると思いますし、知らない方もいると思います。僕はですね、この高崎線をこの担当していましたから、この宝の町っていうのが何なのかっていうのがですね、もう本当によく分かってるわけなんですよね。まあ今回ですね、この宝の町についてちょっとご説明していきたいなと思ってるんですけども、よくですね、埋蔵金ですとか、その土地のですね、利権だとかに様々絡むところで、例えば町のこの境目にそういった利権のものがあった時は、この町同士が揉めたりとかするわけですよね。僕たちの町のものなんだとかっていうようなことがあると思うんですけども、このですね、宝の町というものはですね、そのような利権はですね、全く絡みません。もう本当にですね、その付近通る方もですね、もうそこに住んでる方もですね、すごくいい気持ちになれるものなんですね。これは何かということをですね、ここで説明していきたいと思います。これは、これ鉄道特有の電略というものに由来しているわけなんですね。この電略というものは何かということはですね、もう皆さんとこの鉄道の関係で、この駅名を2文字に短縮するというものを聞いたことがあるかもしれません。例えば東京駅でしたら、東ですね。ということで、2文字になりますし、例えば上野駅ですと、通常上野と3文字ですけども、上ということですね。これ2文字にするわけですよね。まあその他にもたくさんありますけども、ちょっと長いところで言うと、池袋と5文字ありますけれども、これも池ということで、すべての駅がですね、この2文字に集約されるわけなんですよね。上毛高原駅、上越新幹線の駅ありますけれども、これも高家ということでですね、濁点を使わないんですよね。高原ということで、濁点もすべて2文字で収めなくてはいけませんので、高家ということで、上毛高原。もう2文字で収めることっていうありますから、様々な地方にいろいろな駅名ありますから、上毛高原もその上毛高原だけ分かるように、その一番最初の文字を使うというわけじゃなくて、高家って使ったりとかするわけですよね。本庄早稲田駅とか、法和とか、いろいろそういった取り決めがあるわけですけども、まあ、これ紹介したらキリがないので、まあ、このぐらいにしておきますけれども、このすべての駅はですね、この2文字に集約されるということをですね、ここでまず分かっていただけたら嬉しいなと思っております。そこで先ほど説明した、宝の町というのは何なのかということはですね、いろいろと高崎線を使ってくださっている方は分かると思うんですけれども、じゃあまず、高崎駅から始発の電車に乗って東京方面に行くということでちょっと考えていただきたいと思うんですよ。で、まず高崎を出ると、倉賀野、新町、神保原、本庄、岡部、深谷、籠原、熊谷の順にってこういう停車しておくわけですよね。まあ僕もちょっと懐かしくて、ご乗車ありがとうございます。この電車は普通電車上野行きです。高崎を出ますと、倉賀野、新町、神保原、本庄、岡部、深谷、籠原、熊谷の順に停車してまいりますというようなアナウンスをしていたわけなんですけども、今まさに放送していたこの駅名が宝の町っていうのがあったわけですよ。まず高ですよね。これは高崎の略で高なんですよ。そして次ラノ、これは倉賀野なんですよね。倉賀野のこの電略がラノっていうんですよ。そして新町、これ新町は町っていうんですよね。ここはですね、
たからの町ということでつながっていくわけなんですね。ですので、まあ、僕とかですね、まあ、一部知っている乗務員はですね、ここが宝の町だということでですね、この一帯のエリアをですね、あ、いいなと、なんか縁起がいいなと思いながら乗ってたわけなんですけども、このようにですね、まあ、僕たちもそのような楽しみをですね見つけながら仕事をしていたということもあったんですね。ですので、この宝の町、僕はこの高崎倉賀の新町付近にですね住まれている方はすごくこの縁起がいいんじゃないかなって本当に僕は思っております。まあ、このような形でですね、連略というものはまあいろいろ使われているわけなんですけども、例えばどういう時に使っているのかって言った時には、例えば上野駅とか東京駅とかで上野東京ラインをご利用してくださっている方が、例えば東海道線に何かトラブルがありました、高崎線で何かがトラブルがありましたということですね、東海道線は東海道線として、高崎線は高崎線として、まあ折り返し運転をしますよということで、例えば東海道線は東京から熱海方面、そして高崎線は上野から高崎方面に折り返し運転するって言った時にはですね、上野東京間がこの運転取りやめになってしまうんですよね。例えばそういった時に、あの鉄道員同士ですと、業務放送、南 M、東上間、ウヤとか、南 E、東上間、ウヤっていう風に、この業務連絡が入ってくるわけですよね。例えば僕はその担当する南 E っていうこの上野東京ラインの車掌であったとすれば、業務放送南 E 車掌何年のために東上間ウヤっていうようなことでこの連絡が入ってくるわけで、まあそれは何かというと、東京上野間で運転取りやめですね。ウヤっていうのは運転取りやめで、運休って意味ですけど、運転取りやめということで、ウヤということで使っておりました。まあ、そういうようなこともあってですね、まあ、いろいろと、この鉄道員同士で、この事態を早く収束させるためにですとか、早く情報を共有して、早く対応しようといった時にですね、この電略というものを使ったりですとか、様々な、まあ、言い方でですね、物事を短縮したりとかすることがたくさんあります。前回の動画ですとかは、アメリカ、チャイナ、ボストン、デンマーク席だとか、この席を伝えるときに言いやすいだとか、間違えづらい言葉を使って一卒をしようということもありましたし、1とか7、8とか、例えばそういった呼び方ですよね。1、7、8だったら、もうみんな、もう最後に血がつくし、無線上のちょっと雑音が入っている中では伝えづらいというようなこともですね、考えながらですね、様々なこの先人たちのこの知恵がこれ盛り込まれて、今のこの鉄道の業界用語とか、いろいろできているわけなんですけども、そういったことをですね、やっていくと、鉄道もまた違った視点が見えてきて面白いんじゃないかなと思うんですね。ただ電車に乗っていくとか、なぜこの用語ができているのかなとか、架線なのか、架線なのかとか、これは架線の場合はこのパンタグラフから電気を供給するこの線路のことだよと、架線は一般的にはそう言うかもしれないけれども、架線が氾濫しただとか架線が切れたっていう風にすると、架線に異常がありますって言った時にわからないので、まあそこ前回のこの動画でも説明しましたけれども、そのようなところで言い間違いを防ぐ、このお互いの認識のもう相違を防ぐといったためにですね、そういった言葉の使い方がこの変わってくるということもありますから、こういったことを知っていくことによって、もう鉄道がまた深くなってですね、面白くなるんじゃないかななんて思っております。で、今回ですね、この宝の町ということでお伝えしたわけなんですけれども、僕もこれ鉄道員をやっていて、何かいろいろですね、楽しみを見つけながらいろいろ仕事をやっていくわけですね。まあ、様々、あの沿線から手を振ってくれる方とかもすごく癒されますし、で、子供たちが何か車掌さんって声かけてくれるだけでも本当に嬉しいですし、まあ自分自身もですね、この宝の町で今ここをですね、走行中ですから、何かいいことあるんじゃないかななんて思いながら、こうやって前向きにですね、仕事をしたりですとか、そういったところで、いろいろと楽しさをですね、見つけていくのも、また一つ面白いところなんじゃないかななんて思っております。ですから、今後でですね、鉄道員を目指す方は、鉄道に入ったら必ずこの電略なんて覚えますから、どこどこにこの連絡するだとか、どこどこ間でどうなってるって言った時の、この一卒をするときにですね、必ず使いますから、そういった時にですね、まあ、覚えるので、あえて今から調べて覚えることはないと思うんですけれども、このようなことがあるんだよということをですね、分かっていただければ、もう鉄道会社に入った時にスッと分かってですね、即戦力になるんじゃないかなと思ってますから、もしよかったらですね、こういったことについてもですね、ちょっと調べてみると面白いかもしれません。今回は宝の町ということでですね、高崎線沿線に何か宝が埋まってるんじゃないかなっていうようなことを思った方もいると思いますけれども、この宝の町ということはこの電略から来ているということでですね、お伝えできたらいいなと思っております。
このようにですね、鉄道関係の話ですとか英語関係の話ですとか、さまざまなことを交えまして、僕にしかできないお話をですね、この YouTube 上でシェアしていきたいと思いますので、引き続きチャンネル登録といいねお願いいたします。またこの Twitter でですね、このさまざまな情報を発信したりですとか、イベント情報とかも発信してますから、こちらも確認していただいて、もしオフ会とか来てくれれば嬉しいなと思っております。また次回の動画を楽しみにしていただけたら嬉しいなと思っております。ではまたお会いいたしましょう。バイ。